こんにちは。服とスノーボードの店、レイブン前橋の大輝です。今回ですね、こちらレミーラ2024年秋冬ものからスモークジップフード、これのサンプルをお借りすることができましたので、これについてお話ししていきます。まあね、レミーラのジップフードってどういうことっていうお話をします。生地がですね、これあのスモックベストとまた全然違う。で、結構レミーラでずっとよく使われているので、それを持ってる方はあああれねって分かっていただけるんですけど、以前出てたあのスモックフードとか、それと同じ生地なんですよ。あのね、薄手なんだけど、この細かく編み込まれている、だからこう密度が高いというか、チュ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 って。なので、あのね、薄手なんだけどパリッとしてるというか、なんかね、あ、なんかしっかりしてる感じのスウェット。あっちのスモックベストの方は落ち綿を使ってふわっと編み立ててるんで、柔らかいスウェットなんですよ。なんだけどこっちはね、まあ、裏面も細かいんですけど、表がね、結構このドライタッチというか、パリッパリッパリッとはしてねえですけどね、パリじゃねえんだよな、なんかこうドライ感、固めな感じ。硬いんだけど、生地の厚さ的には薄手だからゴリッと硬くないというか、なんか昔ながらのめっちゃドズメのスウェットってもうバリバリじゃないですか。バリバリをまあ着て鳴らす感じの、ああいうのでは全然なくて、表面しっかり硬さというか、腰っていうんですか、これこのなんかあるんですよ。あるんだけど生地自体が薄いから硬くない、この着心地は硬くないというか、っていういい生地。まあ、何を持っていいっていう感にもよるんですけどなんかね、いい感じの生地になってます。で、カラーがキャメルイエロー、ワークブルー、ボルド、ブラックのこの4色なんですけど、まあ、今ねここにあるのが、まあ、ボルドとブラック、まあ、ブラック今着てるんですけどの2色で、で、あとの2色っていうのが、まあ、レミーラがオリジナルで、この生地を染めてもらうらしいんですよ。まあ、この色でお願いしますってレミーラが言って、で、その色に染めてもらうっていう感じなんですよね。ってことはですよ、キャメルイエローとワークブルーは、レミーラでしか出てない色ですね。これは狙い目ですぞ。いや、だからまあその2色は、だからもうそのなんつうんですか、先に染めに出してると思うんですよ。だからその生地がなくなっちゃったら終わりだから、予約完売率が高いかもしれないです。まあそれも踏まえて多めに発注してるかもしれないんだけどとか、いろいろ考えちゃうんですけど、まあごたごた言っちゃいましたけど、まあそういう感じのいい具合の4色展開になってます。ドライタッチでね。鈴木さんに聞いたところ、シンプルなんだけどレミーラって分かるのは何かなって考えてたらしいですね。あ、でも確かになんかレミーラ感あるんだよな。だって黒のパーカーとか普通にあるんですけどね、レミーラ感あるんですよ。で、これがシルエットから言うと、前がリブがついてなくてストンと落ちてる、カットソーみたい、要はカットソーみたいなストンっていう前と、後ろがリブ付きで、まあ、いわゆるパーカーのシルエットですよね、こうふわっと。で、今回 こっちジップパーカーの方はスモックベストと違くて、裾はねちゃんと折ってからロックがかかってるんですよ。よりこうストンって感じになっています。で、あとはあのレミーラでもたびたび出てくるこのこれ、ここがね、あのロックミシンの、まあ、ちょっと設定変えてこのチョン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 っていうのが出るようなね作りになってるんですよ。ピントが合ってるかな、チョン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 って。
なんかね、これ金継ぎ、鈴木さん曰く金継ぎっていう、あのお皿とかお茶碗が割れた時に修復する、まあ、日本の伝統的な方法の一つなんですけど、割れちゃったところに、まあ、接着剤として漆を塗って、でキュッてやってくっつけるじゃないですか。でそこの上に金粉をペラ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 ってやって磨くんですよ。昔ながらの修復方法、アロンアルファが出る前ですよね。で漆のその接着をしつつ、でそうするとこの接着したところ、ひびの部分が、まあ、漆の色、まあ、黒っぽいような色になっちゃうんで、そこを金粉でね、かっこよくするっていう。いや、かっこいいんだよ。そう。だからそのひび割れ、ひびの部分すらかっこよくする技術というか、修復方法があって、なんかね、それモチーフって言ってましたよ。あのね、伝統的な、なんか物を壊して直すっていう、その、ちょっとこうネガティブな要素を逆にかっこよくしちゃうっていう、この日本の精神というか、そこをこのオマージュしたのがこのちょんちょん縫い。なんでここがね、ここだけこの白い糸でピピピピってちょっとこうアピールしてくるというか。なんかね、最初そのガチであの金色の糸とかもやってみたらしいんですけど、いや、それはちょっとやりすぎだなっつんで、今回は白い糸でね、こう、ちょんちょんが出るようにしたみたいですよ。あとはね、なんかね、まあ、これまたちょっと分かりにくい部分なんですけど、これもね、まあ、あのデルタシャツと一緒で、ここだけね、ちょっとこう、地の目が違うんですよ。布の繊維方向というか。まあ、ちょっとそれはちょっと分かりにくいんで、なんかここのパーツだけ多分着ていくと、他と、まあ、思いっきり違うっていうわけではないんですけど、ここだけ若干この見え方が変わってくるんじゃないかなって言ってましたよ。あとはね、このジップがね、めちゃめちゃ細かい。ジップのこれが細かくてね、なんか繊細な感じがしますね。なんかいいジップ。いいジップっていうか、なんかこう組み合わせなんでしょうね。いい組み合わせになってますね、ジップも。あとは、要所要所に、まあ、いわゆるあの3本針ステッチ。で、レミーラの T シャツとかでおなじみの、この3本のラインが走る縫い方で、こことこのポケットのこの部分とかね、3本針が使われていると。あとはあれか、これもない、これもここがないですぞ。横のこの縫い目がない。これもやっぱレミーラ感ありますよね。いかにこう装飾をしないのにレミーラ感を出すかっていうところのせめぎ合いなんじゃないですかね。で、サイズ感なんですけど、僕がね、今着てるのが L、 サンプルのラージサイズ、まあ、サンプルなんですけど、製品版もだいたいこの感じになるっていうことなので、まあ、サイズ感はこれで参考にしていただきたいなと。はあ、あ、これはもう僕も L かもしれない、まあ、ジャストだったらまあ M なんですけど、ミディアムね。ただまあ、他の動画でも何回も言ってますけど、僕はトップスゆったりが好きなんですよ。で、しかも多分このパーカーゆったりがいいって人多いと思うんですよ、普通のカットソーより。なんでまあちょっとワンサイズ上げちゃってもいいんじゃないかなと。なんかこのね、多分 M サイズ、ミディアムでも肩落ちるような作りになってるんですけど、よりこのボヨンっていう、いや、ボヨンじゃねえ、トゥルンか、トゥルンも違うな。なんかこのドレープ感、生地がピュってこう溜まってる感が出てくるんでね、 L がいいかなとこういう感じです。まあそんな感じですかね。こうやってね、こうやった時のこのストンと落ちる感じも、これまたいいですよね。案外こうなんないんじゃないかな、普通のというか、まあ、レミーラっぽい、この前を開けてフードをかぶった時にここがね、こうそのまま落ちる感じ、これもこれレミーラか。まあ、こちらもね、あの絶賛ご予約受付中でございます。10月下旬から11月上旬の入荷予定となっております。
なのでまあ届いたらすぐ来ていただける感じになっております。でさっきもあの記事のところでお話ししたあの2色ね、あれはもしかしたらその予約完売とかになったらもう絶対手に入らないってなっちゃうので、そこら辺いいなって思った方は、まあ、ぜひお早めにご予約いただけたらなと思います。そんな感じで、何かご不明な点やご質問などございましたら、お気軽にメールまたはコメントにてご連絡ください。またふい鈴木さんカーディガン着ないらしいですよ。まあ、結構作ってるんですけどね、カーディガン、まあ、着るけどあんまり着ないって言ってました。なんだけどジップパーカーをカーディガン的な立ち位置として、なんかこう羽織るときはなんかパーカー着ちゃうんだよなーなんて言ってました。僕も同意です。まあ、カーディガン着る時期はね、なんていうんですか、マイブーム的なカーディガンブームが来ればもうがっつりカーディガンばっかになったりもするんですけど、まあ手軽に着られるのはねこういうジップパーカーだったりするんで、まあ、こちらねあのちょっと薄手だからねまあいいかなと。はい、また。